こんにちは、ピアニーズです。今回は発表会で弾くのにおすすめのピアノ曲の中から海に関係のある曲を5つご紹介します。今回ご紹介する海の曲は潮の満ち引きや波の様子などを表現した少し大人っぽい曲が多いです。発表会曲を選曲する際にぜひ参考にしてください。まずはじめにご紹介する曲はグレンダ・オースティン作曲の海のノクターン。グレンダ・オースティンはアメリカの作曲家でピアニストです。グレンダ・オースティンの曲はクラシックの中にジャズの要素もありおしゃれで人気です。ご紹介する海のノクターンは左手がメロディー、右手がアルペジオ、分散和音の伴奏で波の動きが表現されています。海面への光の当たり方、風の強さで起こる波の動き、潮の匂いなどを連想して弾いてください。続いて、三好明作曲の波のアラベスク。三好先生は幼少より音楽の様々な基礎を学ばれましたが、音大ではなく東京大学に進学し、東大在学中にパリ音楽院に留学されました。フランス印象派と日本の伝統音楽の融合による洗練された作品は、国内外で多数の受賞歴があります。ご紹介する波のアラベスクもフランス印象派のような美しい曲です。アラベスクはアラビア風の幾何学模様がずっとつながっていくイメージです。波をアラベスク模様に例えていろいろな調整の変化を楽しみましょう。譜読みはちょっと大変ですが、とても美しい曲なので弾き映えがしますよ。ぜひチャレンジしてみてください。三好明作曲のさよりっ子たちの訪問。少し憂いを秘めた旋律が大人っぽい曲です。さよりという魚は下顎が細く針状になっているのが特徴的で、細長くてしなやかな姿をしています。キラキラした水中をさよりたちが群れを作って泳ぐ様子を想像して演奏してください。
4曲目は平吉武邦作曲の海の伝説。平吉先生の作品は明るくリズミカルな曲が発表会では特に人気ですが、ご紹介する海の伝説はしっとりと気持ちを込めて歌う曲です。しっとり系の海の伝説は明るい曲が多い発表会の中では逆に目立ち、印象に残ること間違いなしです。平吉武邦作曲の笹舟の航海。この曲は船歌です。一般的に船歌は揺れるような8分の6拍子で書かれています。この曲は右手は主に単旋律で、左手はほとんどが二声になっています。左手にも隠れたメロディーがたくさんあるので、綺麗に歌ってくださいね。弾くのにおすすめのピアノ曲の中から海に関係のある曲を5つご紹介しました。いかがでしたでしょうか。気になる曲が見つかった方は1曲通した演奏を概要欄のリンクからご確認ください。また練習を進める中で誰かに演奏を聴いてもらいたいという時はピアニーズのピアノラインレッスンをぜひご活用ください。LINE で動画を送るだけでピアノレッスンが受けられます。こちらも概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はぜひチェックしてみてくださいね。それでは今回はここまでにさせていただきます。皆様の豊かなピアノライフを心から応援しております。またねー。